はい、皆さんこんにちは。今日もリュウジです。今ですね、3ヶ月企画というものをね、2本やらせていただいてるんですけれども、今回はそのラストの企画となります。僕ブレイクダンスをねずっとやらせていただいてて、やらせていただいててというか昔からやってまして、はい、そのブレイクダンスの技の一つに、こう片手で回る、片手でこうずっと回るっていう90っていう技があるんですよ。でこれ自称なんで、苦情一切受け付けませんということで、じゃなくてっていうことでじゃないんだけど、そう、片手で回る技をね、自称ちょっとね日本一回れるっていう、はい、勝手に思ってるだけなんで、今回はそれを最後の企画としたいと思います。では今回の企画を発表します。3ヶ月人はトレーニングを続けたらどれだけ片手で回る周数が増えるのか。ちなみに、僕は調子いい時だと15周ぐらい回って、まあ、今まで1回だけ20周回ったことあるんですけど、もうないっすね。それはなかなか出ないですね。でも世界には、30周とか10歳ぐらいの子がね、こう両手で回る技30周とか今も回る時代なんで、もうそれに比べたらもう半分以下ぐらいの本当カスなんで、はい、ちょっと3ヶ月でどこまでいけるのか検証していきたいと思います。ではですね、今日も3ヶ月前の今の状態の、片手で回る90を取っていきたいと思いますんで、早速いっちゃいましょう。はい、ではスタジオ着いたんで早速90片手で回るのどんどんやっていきたいと思います。今日は何周出るのでしょうか。それではスタート。はい、今終わりました。90最初の方の動画がちょっと手が切れちゃってて、僕の撮り方が下手でちょっとすいません、見にくくてすいません。はい、で、まあ、今日トーマストレーニングも一緒にやったんですけど、前回と内容はほぼ一緒なんで今回は載せませんでした。はい、今日の90片手で回る最高は12周でした。はい、まあ可もなく不可もなくというか、まあ、めっちゃ普通な感じで終わってしまって、はい、これから3ヶ月かけてこの周数が伸びるのかしっかり検証していきたいと思います。はい、では今日の動画は以上になります。今日の動画を見てくれた皆さん本当にありがとうございます。次はそうですね、ダンス以外のなんかココイチ10からとかやってみたいなって思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。